ウィリアム・ロビンソンはアメリカ合衆国の発明家、電気機械技術者、事業家である。鉄道の信号保安に用いられる最初の軌道回路を発明し、鉄道の安全性と効率性を大きく改善した。ウィリアム・ロビンソンは1840年11月22日にアイルランドにおいて生まれた。彼は少年時代にアメリカ合衆国に渡りニューヨークブルックリンクに住み、 以降のほとんどをそこで暮らした。学士号を1865年に、そして修士号を1868年に、ウェズリアン大学で受けた。電気工学、機械工学の博士号を1907年に、ボストン大学で取得した。ロビンソンは、鉄道用の自動閉塞信号機の開発を1867年に、始めた。彼の最初のシステムは、 フィラデルフィアエリー鉄道2870年に導入された。彼は鉄道信号に関する発明で複数の特許を取得した。配線が切れたりレールが壊れたりする以上高い信頼性で検知することができることからしばしばフェールセーフな軌道回路と呼ばれるロビンソンのヘ路式軌道回路は鉄道の信号保安に関する重要な発明の一つであり信頼できる。 鉄道信号の基礎を築いた。平路式軌道回路は今もなお広く使われている。彼は1873年にロビンソン電気鉄道信号会社を設立し、1870年代を通じてアメリカ合衆国中の鉄道に彼の信号システムを設置していった。1870年代半ばにはボストンに住み、ボストンローエル鉄道。 ボストンプロビデンス鉄道やその他この地域の鉄道へのシステム導入を監督した。1878年には彼はユニオン電気信号会社を設立した。軌道回路の設計に関する複数の価値のある特許を所有していたこの会社は新たに設立されたユニオンスイッチシグナルにより1881年に買収された。ユニオン電気信号会社を US&S に売却した後、ロビンソンは機械工学の発明など他の分野に関心を移した。他に重要な発明としては以下のものがある。ウィリアム・ロビンソンは1906年に鉄道用自動電気・電気制御式水圧信号システムを表した。ロビンソンはアメリカ電気学会フェローであり、アメリカ鉄道協会信号部門の名誉メンバーであった。 ロビンソンは1921年1月2日にブルックリンにおいて亡くなった。ありがとうございます。